ラオコーン論争は、視覚芸術をめぐって18世紀のドイツを中心としたヨーロッパで行われた議論である。論争の発端となったものは、ドイツの詩人、思想家のゴッドホールとエフライムレッシングで、その論争は、絵画や彫刻など、視覚的な芸術を空間芸術と定義し、文学や舞台など、視覚以外の要素が混然とした芸術から区別することにつながった。 ヨハン・ゲオルグ・スルツァーや、モーゼス・メンデルス・ゾーンたちの提唱していたのは、ゴッドフリート・ライプニッツ及びクリスティアン・ボルフの哲学に基づいて、抽象的概念から演疫法を利用して、美の法則を導き出そうとした手法であった。ビンケルマンは辞長を通して、当時の美術の主流に対して、ことを唱えた。ビンケルマンは、精密な観察に基づいた記述を重視し、 そこから得た知覚的印象から実質的及び、機能的に美の法則を打ち立てようとした。その際彼が基準としたのは古典、特に古代ギリシャ美術の模倣であった。ラオコーン像ゴッドホールとエフライムレッシングはその著書、ラオコーンで、1506年にローマで発掘された彫刻、ラオコーン像を論じ、ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマンのギリシャ芸術模倣論のラオコーン像賛美に挑んで、 論争を起こした。ヴィンケルマンは怪物に食われようとするラオコーン親子の像が強い印象を与えるのは、その断末魔や苦痛の表情ではなく抑制された表現にあるとして、古代芸術の気品ある単純と静音なる偉大を賛美した。一方、レッシングはラオコーン像の彫刻化は美を達成するために見苦しい。 断末魔のシーンを避けてその寸前を描いたから抑制された印象が現れたのだとした。ここから、レッシングは空間を使って絵の具やのみで表現する絵画や彫刻は人物や風景などの物体を対象とし、唯一の決定的瞬間、最も眼畜のある瞬間を描くものであり、対象の行為を描き時間の中の継続的な行為を描く文学や、 舞台などとは別のものとして分けた。彼の論によって、それまで、死は、絵のようにと、死と絵画を姉妹として見てきた西洋において、視覚芸術と言語芸術は、厳然と分けられた。ただし、絵画の中に、複数の時間を並列して描くことは、西洋の中世の宗教画や日本の絵巻物など、古くから例が見られる。駒の連続した漫画もその伝統を組むものであろう。 また、写真や映画が目ではわからなかった運気を再現し、人間の視覚に多大な影響を与えた近代以降は未来花を絵画や彫刻の中に時間を取り戻す動きが見られる。ありがとうございます。